れはあなたのことじゃありません。全く人違いです。嘘つき野郎。僕は吉川君と二人で泊まったんで、芸者が7時半に入るのは僕の知ったことじゃありません。黙れゾンビよ。これは乱暴な問答無用で殴るなんて無法じゃありませんか。法で結構。貴様のような乾物は殴らなくては答えないんだ。聞かな。私は乾物だからこうやって天柱を加えたんだ。これに懲りて胃を慎め。いくら言葉で飾っても正義は許さないぞ。俺は逃げも隠れもしない。今夜5時まで浜の港へいる。用があるなら巡査なり何なりよこせ。俺も堀田君と同じところにいるからな。俺は下宿を引き払って港へ行った。6時まで待ったが巡査も誰も来なかった。